煙板とは、蒸気機関車の付属品の一部であり、機関車のボイラー前頭部内心煙突を挟むように、設置されている屏風のようなものを言う。デフレクター、煙を削いたとも言う。日本国有鉄道 D51 系。女、煙板の形状は、日本の蒸気機関車としては最も標準的なもの。写真のように下部に点検口が開いているものや、開いていないもの。 後に並行されたものもある。除、ケムリータは、ボイラー前端、または、煙突の左右両側に設置され、走行時に、車両前方からの空気の流れを上向きに導くことで、煙突から排出される媒煙を上へ流し、運転室からの前方視界を改善する効果を得る。この種の誘導除、ケムリータは、第二次世界大戦前のドイツ帝国鉄道で01、 型などの正式機関車にワグナー式と呼ばれる大行のものが標準装着されて普及したのを講師とする。日本でも燃焼効率の改善を兼ねて1920年代後半に様々な構造の風切り板や延長演出、斜め煙突などの除煙装置を C51 型や C53 型などで試験的に装着、改造して検討を重ねたが、 このドイツ式の、ジョ、煙板を模したものが簡単な構造で効果が高かったことから、C54 が対抗のほとんどの大型機関車には、これが新生児より標準的に採用され、それ以前に製造された機関車でも高速運転や、トンネルの多い区間で運用される機械の多いものについては追加で装備されている。これに対し、C12 系のように運転速度が、 比較的低速で、かつ逆機の多い小型機では、この時期以降に製造された形式であっても省略され、必要が生じた一部に限って、追加装備されている。さらに、東北地区では、同じ効果を狙って除、煙板の他に煙突を小型の屏風状の板で、挟んだような形の小型除、煙板を、追加装備した、蒸気機関車も存在した。また、 反対に装車上等での入れ替え用に供された機関車では、入れ替え作業時の視界確保のため、標準装備の除、ケムリータを取り外す例も少なからず存在した。日本以外でもイギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国などでは大半に除、ケムリータが装着されたが、その一方で、アメリカでは除、ケムリータの効果に回帰的な鉄道会社も多かった。 前方視界を阻害する問題もあったためか、例えば、ユニオンパシフィック鉄道には、ジョ・ケムリータを装備した形式が複数あるなど、が、ペンシルバニア鉄道などは最後までジョ・ケムリータ未装着で通した。当時のアメリカにおける、このような方のジョ・ケムリータに対する評価が見られるものとして、多数の機関車のスタイリングに関わった、インダストリアルデザイナーのレーモンドローイは、 著書ロコモーティブで、車体全部左右に垂直な除、煙板のある機関車に対し、その除、煙板について効果が疑わしい、といった形容をつけている。また、流行の流線型機関車について、ドイツの冷合型の初期の形態を、著者らによる、風洞実験では、車体速報に低圧を作り煙がまつわりつくため、煙対策の視点からは、満足できる設計ではない、としている。 ーゴ型の初期の小型のジョ、除、煙板や、南満州鉄道、パシナ型に対して、煙対策が不十分と評しており、ーゴ型は、煙対策のために除、煙板を大きくした、と述べている。自身の設計である流線型無式の、ペンシルバニア鉄道の K4S3768 や S1 では、垂直の板ではなく、大型の水平な板を取り付けている。 ビッテ式所、煙板リータ装着者の例、ルナー A3 型前方視界、特に下方視界を阻害する問題は、踏切事故対策の点からも無視できず、大行のワグナー式所、煙板リータを正式採用していたドイツでは、戦後西ドイツのドイツ連邦鉄道、民連総局機関の連邦鉄道研究所で、風洞実験を繰り返して、空力の研究が進められ、フリートリヒビッテギシラによって、 通常のジョ、除、煙板から、下半分を切り取った形状のビッテ式と呼ばれる、新型除、煙板を開発、これが急速に普及した。この方式は、ボイラー演出部左右から直接除、煙板を型持ち指示する構造となっており、除、煙板そのものの軽量化や、除、煙板が障害となるシリンダのバイパス弁等の保守の観点からも望ましいものであった。このため、 ドイツ以外でもイギリスなどで採用例が少なからず存在した。また、日本でも文字鉄道管理局管内で同様の外観形状を備える文字、鉄道管理局式デフレクターが採用されたほか、バイパス弁保守の瓶を図って除煙高半分に開口部を設ける例が多数見られた。さらに、北海道では全部デッキ部分に雪がたまる等の問題があったため、 大半画女、煙板の全部を切り詰めた、いわゆる、北海道型切り詰めデフに改造されている。モンテツデフの例長コーデフの例、北海道型切り詰めデフの例語コーデフに準じた、デフレクタを取り付けた D51498、秩父鉄道創立110周年記念に、モンテツデフを取り付けた C58363、九州の日本国有鉄道小倉工場では、 1945年以後に、ジョ・ケムリータを上半分を残して切り取り、車体にアングル材で取り付けたジョ・ケムリータ、いわゆるショーク式デフレクターが登場した。これは、文字鉄道管理局式デフレクター、略して、モン鉄、デフ、モンデフと呼ばれて親しまれた。これは、ドイツのビッテ式デフレクターを参考にしたという説があるが、 ボイラーから左右に支持部材を水平に突き出して固定するビッテ式とは異なり左右の乱暴ド上から棒状の部材を突き出して指示するという通常の助煙板に近い構造となっており外観はともかく構造面では別物であるその後新月地区の長野工場で研修された機関車にも火炎が水平でなく後方に向かって切れ上がっている形状で支持方法が異なる 類似のジョ、ケムリ煙板が取り付けられ、超高デフと称されている。他に、同じ九州の鹿児島工場、中国地区の五島工場でも変形デフの取り付けが行われていた。超高デフの装備が3形式、五高デフが3形式、四下式デフが1形式と装備した形式が少ないのに対し、ックデフを装備した形式は13形式と非常に多く、また、 デフ自体の形状も変形を含めると10種類程度に分類されるほど多くのタイプがあり、当時九州で活躍したほとんどの形式に装備されたこともあって、九州の名物と言っていいほどであった。この中には、金のカモメに銀の波頭や波に千鳥など固有の装飾を施したものも何例か存在した。これらのモンテツデフは装備した機関車固有のものとは限らず、装備機が 廃車になると他の機関車にデフが転用され引き継がれることも数多くあった。現在 JR 九州が保有する58,654が門鉄デフを装着しているほか JR 東日本が胴体保存する C57-180 及び D51-498 にもオプションで取り付け可能となっている。また、 秩父鉄道の C58363 は、会社の創立110周年の記念に、モンテズデフを取り付けて運行した。また、大井川鉄道の C11190 も、2016年1月から3月までは、モンテズデフを装着して運転していた。同書写真37のキャプション、同書写真39と45のキャプション、同書写真38のキャプション1や2が、 初期の写真、3が改造後である。ありがとうございます。